ジェームス・アリックス・ミッシェルは、セイシェルの政治家。同国の第三代大,大統領を務めた。与党人民党の中心人物の一人。もともとは教師であったが、当時イギリスの王領植民地であったセイシェルは、南方の楽園島として、世界的に有名になりつつあり、ミッシェルは観光業に従事するようになる。そしてセイシェル独立直前の1976年、 フランスアルベールルネ率いるセーシェル人民統一党に入党した。入党後は徐々に党格を表し、ルネの側近として党中央委員会委員に就任。ルネがクーデターで実権を握ると、1977年から1993年までの一党独裁期の間に党指導部や国家の要職を歴任したミッシェルは経済政策を担当し、 観光業と水産業に根差したセイシェール経済を潤わせた。実際、セイシェールの一人当たり国民所得はアフリカで最も高い。ただし、野党勢力からは政策実施の末期には予算不足で国家財政を危機に陥れたと指摘されている。1993年の複数政党制導入以後もセイシェール人民進歩戦線は政権を維持し、 ミッシェルも副大統領としてルネの個人支配を支えた。恒例のルネ大統領は2004年4月16日に辞任し、側近であるミッシェルが大統領に昇格した。2016年9月27日、4年間の任期を残して大統領を辞任し、副大統領のダニー・ホールが大統領に昇格した。ありがとうございます。